ました。打ち取ってましたね。岡山先制ゴール、斉藤にとって今シーズン初ゴール。岡山ついにゴールをこじ開けた。7試合のうち4試合が1対0という岡山が先制点を奪いました。新潟にとっては痛い失点となりました。新潟ここからですよね、より前への圧力を強めなきゃいけないですから、はい、それよりも前へ前へ。